はい、今日もイザヤール占いやっていきましょう。あなたに損はさせませんよ。前回はかなりの死闘の末 HP1 残ってギリギリ勝ったというデッキ、相手がデッキを引き切ってギリギリこっちは勝ったって感じですね。アンルシアが一点守ってくれたのが良かったのかな。そこらの盗賊とは、うわーかっこいい、かっこいいね。盗海賊カミューか、ルイダいるからメラゴでいいんじゃないかな。メラゴ一体いればいいかな。アンルシア、ルイダでもいいし、逃げたりすんなよ。てか何か出してきたらメラゴからスタート。そうだよね、出してくるよね、出してくるよね。でこれはめんどくさいから処理したい。もう手に任せて処理しよう。もう一体出してこられたらめんどくさいからな、残しといてもよかったんかな。後ろにルイーダ置きたいんだけど、これだと置けないっていうね。もう一個メラゴ残しといてもよかったかな。でもこのメラゴでもう一体出てきてもやっつけられるから、そこは問題なしかな。お、やることなし。いやーここはあんなし。私はもう戦えない。ルイーダ出したかったところだけどね、これ。ここは一体。しましょう。腕が鳴るぜ。さあルイーダが2回生き残ると楽しいことになる。フローラから来た。テンション上げ。あなたに癒しを。さあ生き残れるかルイーダというところが楽しみ。とっておきをお見せしましょう。まず置いて回そうか。あ、いいね。よくないな。よくないな。あ、待ってよ。待ってよ。よく考えた。これを先に置く。とすると、これが爆発する。で、その後ろにルイーダーを置けばいいと。どこに種を入れるかは、まあ、お任せ。クロスカッターとか、なんか変なのがなければ。フリか。で、回してどうするかだね、これ。誰を生き残らせるか。さて、とっておきのお宝を。まあ、こっちにしときますか。まあ、いろいろ入れて、のんびりしていられませんぞ。こっちの方がいいんだね。クロスカッターさえなければ、多分、こっちの方がいいはず。さあどうする。シルビアいいね。シルビアいいよ。次シルビアでもいい感じ。逃げたりすんなよ。連携しなくてもいいからシルビアでテンション上げになるから。さあ全部倒せるか。あー、やっぱりクロスカッターじゃなければって思った。いやー、なかなかないと思うんだけどな、クロスカッター。あるんだーみたいな感じでね。で殴る。いやー、使ったさなきゃ。だったらルイーダを上げとけばよかったっていう感じだね。さてと、これ回すだけじゃちょっと痛い。これも痛い。ちょっとこっちシルビアにしよう。いやー、クロスカッターがあるんすかって感じだったな。悔しいな。とするとルイーダに1点入れとくのが正解だったんだな。種マヤできた。世界中を旅してたんだ。お宝の一つぐらいくれよシルビア。ここが腕の見せ所ってね。まずいね、これは。これイシシシでこの辺奪われるときつい。あんまり俺を怒らせるなよ。そこだ。そこだ。わ。イシシ、もーらい。
アンフリー困るな。アンフリーは困るな。アンフリー困るな。ちょっとアンフリーはコマッチングですよ。サンチョいいね。サンチョでもハンフリー使われちゃうんだよね。それ仕方ないな。サンチョ行きましょう。フリー2体っていうのがすげえプレッシャーだな。何やってもレッドプレデター出してもハンフリーだ。何出してもハンフリーだからすげえきつい。ハンフリーありえるよね。ホイックリンからでした。もう一回ハイハンフリー奪う気か。美少女怪盗は負けはしないわ。美少女怪盗の技見せて差し上げますわ。うわあ、めんどくせえのがいった。きついなー、きついなー。覚醒の巻物まで行きやがった。ザイル、ザイルは捨てたんだ。もらった。せやん。捨て身、捨てるとどうなの？あれ捨て身すると？ちょっと待ってよ。捨て身はなんだ？相手に行くの？あ、一枚引くか。引くだけか。じゃあ別に大したことないな。なんだかそいつはやっつけないから別に。動きとしてはそんな強くないんだよな、向こう。スタミナの種が使いづらい。ハンフリーのせいで。その通り、わしが神様じゃよ。は？ハンフリー来たらハンフリー返しができるからけど。ナイスナイス、種。いいよ、いいよ、神様よく頑張ってる。手札がいっぱいだ。基本的にはディスカードなのか。ディスカードしたってことは、マネマネ。スノーベリー。いつハンフリーが来るかっていうのは。もう一回スノーベリー？頑張るなぁ。いやぁ、これ使いたくないんだけどなぁ。私のターンですね。ハンフリーがいるからつらい。使いたくないか使うか。使ったらやることないじゃんね。でもとりあえず回すのはちょっととか。腕が鳴るぜ。こっちが出してなければ向こうもハンフリー出せない。そうディスカードが強いんだな。これはこれで与えられるが、あれ使われるときついな。ああそれ使われるときついね。回しておけばレッドプレデターいけたのか。うっわーきつい。うん、ハンフリーでハンフリー返しをしたかったのよ。そうはいかないというね。死護霊。あ、ハンフリー返しが来るのを甘んじて受けるしかないのか、これは。血だらけだぜ、青髪の青年。これを飲むと調子がいいんだ。私はもう逃げたりはしない。まずいね、これは。次何になる？いやまずいね、まずいね。逃げたりすんなよ。チピー上げれば上げるほどハンフリーだからな。そうだね、ハンフリー返しだよね。
あんたカミュっていうのか。それを分かってるんですよね。来るのは分かってるけど出さざるを得なかった。これを飲むと調子がいい。もう一回これ出してもやっぱりハンフリーされそうな気がするね。いやーきつい。子供たち。あ、種。これレッドプレデター出してももう一回ハンフリーされるっていう未来が見えている。こいつはとっておきだぜ。なになになに、次の相手のターンダメージまで、なんだって戦闘ダメージしか受けない。宝の匂いがするぜ。ちょっとあれ教えてよ。ちょっと待って、アルカゼのフルート、特技ダメージを受けないを付与する。特技ダメージ受けないだけだからレッドプレデターは受けるでしょう。もう一回ハンフリーされて、あー4点しかないんだ。あれさっき僕なんか使わなかったっけ。1点足りず。本物はこれよ。プラバニーいいな。プラバニーでちょっと、なんとなく耐えよう。くそ、こんなところで。回したところでなんだよねこれ。回したところでやっぱりハンフリーだからね。どうしようもねえっていう。ブッファー、ブッファー強っからの。しかしこれはレッドプレデターでとりあえずなんとかなる。種がいらないっていうのは向こういいね。美味しいというか。さてレッドプレデター出すけどハンフリーが来る、どうしようかなっていう感じだね。手置きをお見せしましょう。もう一回バババがあれば。もういったユニット出してかな。ハンフリーがいて1、2、3、4、5、6、7、回してあげたところでって感じなんだよこれ。イザヤルがでもなんとかしてくれる。まあ HP だけ上げてみますか。いやー上げたところで大した意味ねえな。アンフリーがずるすぎる。モクサーのイザヤールでなんとかなるかな。あんたカミュっていうのか。ずるいなあ。マヤーマヤー、アンフリー2枚っていうのはきついよ本当に。うわあ強すぎ。なんじゃそら、完全に商人じゃないかよお前。乾杯でございます。ディスカードじゃねえのかよ。まさかマヤ勝ちされるとは。悔しい。マヤ持ってないだけに悔しい。いやー相手の手札にハンフリーが2枚あるっていうだけで何もできないトルネコ。 HP 上げて守ってもしょうがないしっていうね。相手がマヤが良すぎたな。いや一番最初のクロスカッターだね。あれは入れてないだろうっていう想定だったんだけど、見事にやられてしまったからな。相手はドイツだ。せめて、けどもくさん、まあ、アンシャ遅くなるけど、悪くはない手札ではある。うん、そうだな。かっこいいな。最初はテンション上げていいよね。で、次、
が出てきたらお化けパラソルでいいから、あんま出てこなかったらケダモンで、とりあえず。デボラ昔あったな、デボラデッキ。あれか、久しぶりに来たか。なんだっけ、久しぶりに来そうだな。セーニャデッキか、セーニャデッキ久しぶりに見るぞ。これはネネから行くのもいいか、アンルシアだけに使いたかったな。あ、だったら先にアンルシアでよかったのかな。ネネに行きたいから、どうしましょうか。お化けパラソルがあんまり役に立たない。ネネは後でいいか。2点入れたいんだけどな。ここは回す方がお得と見よう。さて、とっておきのお宝を。ほりゃ、こっち1点入れて、こっち4点とかどうかな。おい、テンション上げるの忘れてる、危ない。で次ロクサーヌかネネでいいでしょう。ネネでこいつを守れればいいけど、向こうの無限の矢プラス、無限の矢プラスなんかでやっつけられるのが一番コマッチングだな。死ななければ割と嬉しいが、どうだ。ああ、その手もあったな。2枚打つか。回復してからもう一回打つか。傷を癒す清き雨よ。頼んだぜ。やりますな、なかなか。しかし最初にこれを使ってしまったってことはもうネタないでしょう。もう一体ダークペルシャいない限りは、そうそう。さあ何をどうする。しごれいいね。しかもこれは生き残ったケダモンが生き残ったまま、ダークペルシャをやっつけられる。悪くない。アモーレも1枚なくなったから、そんなに強くないと思うんだよね。まあ、しごれから、これ、これで、とりあえずいいから隠せる。うわぁ、強いけど、倒せるかっていうと、ああ、で、さらに回復できるんか、向こうは。うまいね。押しつつ、回復ができると。回復しない、回復しない。あ、何もしなくても回復できるからしなかったのか。お、仁王立ちもいいし、これで無限与えて、こっちセラフィーの方が嫌だね。これはラフィーを叩こう。で、回してから考える。5枚も手に入るか。さてと、掘り出し物ですよ。おっと、のんびりしていられませんぞ。
個あげとくか。少しは役に立てたかな。掘り出し物ですよ。よし、やってやるぜ。あー、ありがとうか。精霊の矢があった。そうだ、忘れてた。だってあげるだけ無駄だな、そうだったら。くっそ。リブンに変更。ということは、気をつけるのは。いやー、強い。頼んだぜ。私のターンですね。この者たちの相手は私に。いやー、引きたいけど、引きたいけど、まずはアヌシアを使う方が先だな、これ。お目が高いですわね。おい、マイナス3、マイナス2、これマイナス2だっけ、3だっけ。そうだな、マメージマイナス1点は入ったんか。うわあ、めんどくせえ。ということは聖には来るか。アモーレか。全部これでバババでやっつけられるから結構問題ないな。セーニャがないからこれ意味なかったんじゃないの。しかも必殺技使ってないから意味がなかった。何のためにやったんですか、あなたみたいな感じだね。まあこれはバババババババかどっちかな。いや、セイニャ来るまでバババは待つか。これ一発打っていいな。待とうかと思ったけど。痛み分けの杖。どんな、さあ相手は手札が少ないぞ。なんか必殺技使って、あーでもあれがあるか。めんどくさいやつがありそうだな。そうだよね、あるよね。想定内ですよ、それも。あーでもそうか、最後レベル3のやつで防がれるとちょっと困りますな。やっつけたいね、これ。こっちは残してもいいから、なんかやっつけたいな。私のターンですね。結局最終的にまた、私の覚悟を受けてみなさい。レベル3のやつ使うと全部復活するっていうのが困るな。それで一気になんかやってくる感じだもんな。おい、ダークペルシャは復活しないよね。連携じゃないからね。連携で前列1点っていうのが復活するんだな、きっと。わあ、出るね、と思うね。頼んだぜ。これが困るんだよ、この矢が。そうそう、セイニャがやってきそうな気もするしね。このターン中の味方の攻撃力プラス1。見せる子。どれもいまいちだな。勇者の目。ミッカ割といいな。ニードルラッシュ使われない限りは、リッカはなかなか優秀じゃないですか。勇者様って絶対強いよね。は
よし、やってやるぜ。この一点一点で僕をやっつける気か。なるほどね。さて、あれをしようかなんて。おお、イザヤールいいね。イザヤールいいね。まずブラバーにて。バキマンもあるんだよ。リッカよ、ここは危ない。下がっていなさい。守護天使たるもの、臨機応変に対処しなくてはならない。臨機をかからすにしてみようか。のんびりしていられませんぞ。みんな頑張れ。やっちゃうぞ。よっ。勇者の光。さあどうだ。おっと、やる。ウルノーがもう一体はいないはずだから、これ、どんないたずらがいい？これ倒せるかっていうね。シャイニングを。光の矢よ、すべてを射抜け。から、しかし、これで、そうだよね。使えるのか。何が来た？セイニア来た。うわー、シャイニングボーからセイニアコンボがここで決まる？あなたを最後まで決まる？決まる前にやっつけたい。十何点くるか。でも先に出しちゃったら回復しないんじゃない？そう。セイナさんとは一度お話ししたいと思ってたんです。次で勝負ってことか。頼んだぜ。で、僕はこれ23点出せるかっていうところにかかってるわけね。何ガスから行くのがいいか。10。ここで盤面21ある。ということは、ヤンガスから行って誰かを倒せるのが一番いいな、これ。ドルネクさん、いいアイテム持ってない？ここから回して、シャールを倒して、諦めた。よし、イザヤールが強かった。攻撃力上げがなかなかね。デボラからイレブンっていうのはちょっといろいろ難しいんじゃないでしょうか。攻撃力アップ、イザヤールの攻撃力アップが良かったね。ロクサーヌも割と活躍した。一戦目の不甲斐ないところを解消したんじゃないでしょうか。ありがとうございます。